さあ始まりました、地域と人ゴールド、パーソナリティの高橋光弘でございます。この番組は地域と人をテーマにお送りいたします。少しでも地域とそれに関わる人たちがゴールドのように輝くことを願っています。さて本日のゲストは、介護の世界で毎日奮闘していらっしゃる介護接遇マナー講師であり、株式会社 KR プランニング代表取締役で、なんとさらにご自身のお父様の介護について埼玉新聞での連載とその本まで出版されていらっしゃいますスーパーウーマン、黒川玲子さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうですね、本当に冗談抜きでスーパーウーマンだとすごく尊敬しておりまして、まずはですね、簡単にその、自己紹介、お仕事含めて、自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、はじめまして、黒川玲子と申します。よろしくお願いします。はい、先ほどマナー接遇のインストラクターというご紹介もいただいたんですが、主に、しているお仕事は介護の関連の、冊子を、制作している会社、はい、それが主なお仕事になります。はい、で、その合間にと言っては何なんですが、これから、介護の資格を取る、人たちにマナー接遇を教えていたり、あとはもうすでにやられている事業所に行ってマナー接遇の講師をさせていただいたり、そしてその合間に、父の介護の爆笑コラムを書かせていただいております。先ほど少しご紹介しましたけども、埼玉新聞でね、連載を、されていて、で本出されて、で今もまたね、連載がされているということで、もうどれくらい長く連載されてるんでしょうか。前回は丸1年ちょっと連載させていただいて、でしばらくお休みをさせていただいて、4月の26日からまた続編が始まりました。じゃあそのタイトルをですね、ちょっと皆様にご紹介いただいてもよろしいですか。はい、認知成人じいじ楽しむ介護実践日誌です。ね、認知成人じいじですよ。はい、でこれね、僕はもう黒川さんとね、出会ってから少し時間が経っているんでね、もうあれですけど、多分初めて聞いた方はね、どういうこっちゃねんっていうのがあると思うんで、ちょっとその趣旨をですね、ご説明いただいた方がいいかなと。ありがとうございます。認知症になると、周辺症状という言い方をするんですけれども、私たちからすると、なんでそんな変なこと言うの、何変なことしてんのっていうふうに思えることをたくさんするんですね。でそれは病気の特性なんですけれども、うちの父も認知症になってから、たまに面白いこと言ったり、たまに私たちからすると変なことをしたりする回数が増えてきたんです。徐々に、はい、最初はだってね、普通なわけですよね、そうです、そうです、スタートはね。で日のうちにこうスイッチが入ったり切れたりするみたいにして、いろいろしだす。私ずっと介護 のお仕事をしていたので、認知症の人の介護っていうのはもう私に任せてよぐらいに思ってたんですが、お仕事がね、それだけにね、そうなんですよ。ところが親の介護は大違い、もう父が何か言ったりやったりするとあまりにも腹が立って、もうどうしていいかわからないんです。そうなんです、毎日イライラしていて、そんな中で、でもこのままだと父もかわいそうだし、私ももうやってられないし、っていうことである時にふっと気がついたんです。そのスイッチが入る瞬間ってどっかにあるんじゃないかなと思ったんですよ。そしたらですね、額に手を当てて微動だにしない時があるんです。額に、どっちの手ですか。右手です。額にお父様が右手を当てるわけですね。はい、今僕ちょっとポーズ活動してますけど、でしばらく動かないんです、そのまま、でその手を外すと、面白いことを言うんですよ。額に、右手でね、額に手を当てて、しばらく動かないと、それがステップ2、でステップ3はその手を外すと、何かが起きるわけですね、毎回。でそれを見つけてしばらく経ってまた気がついたのは、その父の右手から光線が出てる風に見えたんです。ピピピピピピピって。なるほど。はい。でそれを見た時に、
うちのじいじは認知性と更新しているって、うん、ああ間違いないですね間違いないですね。で手を外した瞬間に、うん、認知成人に変身したんだって、うん、思うことにして、うん、楽しんでるんです介護。まだそこで一気にこう今までの捉え方とね、こうまさにその黒川さんの方にもそのスイッチが入ったわけですよね。そうですそうです。それスイッチ入ってね、その捉え方ができるようになってからは、具体的にはどういうふうに変わりましたか。そうですね、父が巻き起こす面白いことを事件だって捉えるようになったんです、うん、事件簿だ。そうです、うん、はい。で認知成人には認知成人の常識があるんです。うんうん。それを普通の私が捉えると非常識になっちゃうんです、まあ、まあ黒川さんだけじゃなくて ね、 ね、あのそうですよ ね、 ね、うん、なので私は、地球防衛軍に変身することにしたんです。おお、はい、地球規模から宇宙規模に。そうで、はい、で認知成人が仕掛けてくるさまざまな事件を、うん、私は、地球防衛軍に変身して対抗するんです、うん。なるほど、対抗できますか。それがね結構いい技が出てくるんです。そうやって介護をしてると学習してきます、ね、相手もね、はい、うん、イライラしなくなるので、うん、父といい関係が保てるように今なっています、うん、なるほど。これねすごくやっぱり介護のね、はい、お話っていうのは今僕はね、介護にまた直面してないんですけど、うん、いずれ私も自分の父とかね、うん、見ることになるし、うん、いずれ私もどこかで見てもらわなきゃいけない、お世話になる立場になる、だけどやっぱり普段仕事をね普通にしてる、うん、まあ、40代とか50代ぐらいだと、うん、まだ介護ってまだまだ遠い世界のような、うん、でもなんかある時急にね、うん、近づいてくるみたいな時に多分皆さんお困りになるかなと思うんですけど、これまでその実際にお仕事としてですね、うん、そんな黒川さんがこのお相手されてきた、やっぱり今のこの日本の傾向というかね、どういった状況で急にその介護に直面して困るのかなみたいな。はい、一番多いのは、うん、骨折です。骨折が入り口なんだ。はい、はいはい、もう介護の世界でよく言うのは、転倒骨折認知症って、転倒骨折認知症っていう順番があるわけですね。はい、そうなんです。はい、ちょっとした段差につまずいて、転倒して、で骨折をする、そうするとどうしてもやっぱり入院しますよね。あ、まあそうですよね、はい、骨折だし高齢になればなるほど骨のつきもね、そうなんです、悪いですよね、はい、で入院期間中にはもう歩けない、ね、歩かせてもらえないじゃないですか、しばらく手術が終わってすぐはまあともかくとして、はい、で入院してる間に刺激はない、寝たきりにさせられる、でその間に急にあっという間に衰えていくんです。若ければ1週間入院していて、その間一歩も歩かなかったとしても、まあ、なんとなくちょっとぎこちないけど歩いてお家に帰れるんですが、もう高齢になって1週間入院すると、ほぼ筋力が衰えてまず歩けなくなっちゃうんです。そうか、じゃあ骨折しないってことがまず大事ですし、すごく大事です。骨折しちゃうと、まあ、もうある程度の、ね、期間入院して、じゃあ帰ってきた時も大事ですよね。そうですそうです、はい、そこでできることありそうですよね、だからそこでご家族がいないと、なかなか厳しい状況にそこからなっていくみたいな。そうですね、入院中に本人がものすごく頑張ってリハビリをして、まあ、せめて杖をついて帰ってこられるぐらいになればいいんですが、途中でもういいわ私はもうダメだからって思っちゃうと、どうしても車椅子になっちゃう方が多くて、そうするとなかなかお家に帰れない方たくさんいらっしゃいます。なるほどですね。他に何かそのやっぱり入り口というか、例えばもう病気にならなくてもね、何かこういう、まあ、自然と、ね、なってしまうケースみたいなのってあるんですかね。まあ、自然とっていうのはもう老化ですよ ね、 すよね、老化に加齢に伴ういろんな機能が低下してきたり、あとはもう認知症なんかはその一つ最たるものですよね、そういった、ね、方々がやっぱり日本どん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 やっぱり超高齢化社会なので、ね、増えてきてると思うんですけど、そんな中で他に黒川さんがご活躍されている介護のお仕事っていうとね、私が知っているのはその介護施設に、ね、入らなきゃいけなくなった時にどこに入ったらいいんだろうとか、
その辺のお世話をされているのをちょっと聞いたんですけど、はいはい、今日本就活サポートセンターというところで、うん、入居に関するちょっとお手伝いをさせていただいております。うん、主にどんな時に。はい、身元の保証人や引受人がいらっしゃらない方で、まあ、ご入院されていて退院はできるんだけれども、うん、ご自宅に戻れない方、うん、そういう方々のために、うん、施設を探して、うん、入居の手続きまでのお手伝いをさせていただいております。うん、なるほど、はい、世の中にどういったその施設の種類ってあるんですかね。施設の種類ですか。例えばなんかこうね、なんかいわゆる老人ホームって言葉があるんですけど、はい、多分いくつか種類があるんじゃないかなと思うんですが、一番、まあ、皆さんがよくご存知なのが特養と言われている。特養、はい、特別養護老人ホームというのがあります。うんうんうん、はい、これは国から補助金が出ているので、うん、はい、利用料は割と安めです。ほうほうほう。それでも結構いい値段しますけどね。あ、そうなんですね。はい、いやもうそんな金額全然知らないでね、僕たち普通に生きているので、あとは介護付きの有料老人ホーム、よく有料老人ホームと言われているのが、うん、介護付きの有料老人ホーム。なるほど、はい、これは民間の企業が運営できるホームで、うん、もう値段はもう千差万別で、うん、その介護付きっていうのは具体的に何をもってその介護付きっていうふうになるんですかね。うん、はい、入居した施設の中で、資格を持った職員さんがいて、うん、その職員さんたちが1年365日24時間介護をしてくれる施設です。うん、あ、じゃあ夜中に何かあっても安心。あ、そうですそうです。それをもってこう介護付きと。そうですそうです。はい、他には種類ありますか。はい、あとは最近流行りのサービス付き高齢者住宅というのがあります。介護付きじゃなくてサービス付き高齢者住宅。はい、あ、どういった特徴なんですかね。はい、これは社交住という言い方をしていて、略称が社交住。はい、おーおーおー、平たく言ってしまうと、うん、ただのマンションなんです。ただのマンションなんですね。そうなんです。ほうほう、高齢者が安心して住むことができるただのマンションなんです。うん、でも普通のマンションとはさすがに何か違うわけですよね。はい、もう車椅子で移動もできますし、あ、で社交住というのはでもお家なので、うん、扱いがマンション、うん、ただのマンションなので、うんうん、介護が必要になったら、うん、外のサービスの契約をして、うん、ヘルパーさんに来てもらったり、そこからデイサービスに行ったり、うん、っていう風にして暮らしていきます。あ、じゃあ世帯数はそこまで多くない感じですかね。でも最近すごい増えてる。あ、そうなんですか。はい、介護付きの有料老人ホームに比べて、うん、利用料が安いというところがあるので、うんうん、やっぱりね、お金も結構大事になってくるので、うん、利用する人が多いですね。あ、なるほどですね。今のがね、社交住、はい、他にはありますか。はい、あと老人保健施設老健っていうのがありまして、老人保健施設で老健。はい、はいはいはい、先ほど言った、まあ、転倒して骨折して入院していて、でも病院ではもうこれ以上することがないので出て行ってくださいって言われて、あ、でもお家に帰るのはちょっと不安だし、うん、ね、もうちょっとリハビリしたいんだけどっていう人が3ヶ月だけお家に帰ることを目的として入るのが老健という施設。リハビリがもう主目的な。そうなんです、そうなんです、はい、それが老健。はい、いやもう全然知らなかったです。今4つありましたもんね。はい、もうあとも細かく言うとたくさんあるんですけど、うん、介護のこう施設名も難しいですし、うん、それぞれいろいろ特徴があるので、うん、ちょっと一般の人ではそれがどこがいいか悪いかとか、はいはい、ちょっと判断するのはかなり難しいと思います。あ、なるほどですね。まあね、本当にそんなその黒川さんがね、私もその活躍を存じ上げているのが、私も少しね関わらせていただいている一般社団法人日本就活サポートセンター、終わる方の活動ですね、日本就活サポートセンターでね、まさに今みたいなその、ね、ご利用者様のお世話をね、もう黒川さんが本当に飛び回ってたりとかね、もうお世話されてるんですけど、やっぱ実際そのお仕事をされていて、どういうふうに普段ねお感じになられてるのかなと思って、改めて聞いてみたいなと思うんですけども。
お一人でずっと暮らしてきて、うん、お子さんがいらっしゃらない方ですとか、うん、あとお子さんがいらっしゃっても、ね、うん、あまりなんか親子の関係が良くなくて、うん、身元の引き受け人になってくれないとか、うん、あとは遠方に住んでいて、うん、なかなか急に、ね、こちらに来られないって、そういう方がたくさんいらっしゃるんだなっていうのは、うん、今のお手伝いをさせていただいて、うん、初めて分かりました、うん、ああそうなんですね。はい、もともと介護の会社にいたもんですから。あ、なるほどなるほど、はい、でそこの会社はたくさん有料老人ホームを運営していて、うん、私からすると入ってくださる人しか見たことがなかったんです。うん、あ、そうかそうかそうか、そうか、うん、なので入れない人とか、うん、身元引受人がいないと有料老人ホームも特養もどこも入れないんですけど、うんうん、身元引受人がいないと入れないんですね、はい、入れないです。その辺を全然知らなくて、うん、当たり前だと思ってたんですが、うん、今このお手伝いをさせていただいて、うん、そうじゃないんだっていうことがすごくよく分かりました。あ、なるほどですね。一般社団法人日本就活サポートセンターにはね、まあ、黒川さんのようなそれぞれの分野での、ね、スペシャリストっていう方がね、まあ、たくさんいらっしゃって、こうチームでね助け合っていろんな解決をしてると思うんですけど、うん、実際にそのじゃあ日本就活サポートセンターに入られて、うん、やっぱり黒川さんが、まあ、普段こう、ね、行動されて何かやっぱりこのから先のこう展望というかね、うん、やっぱりこういった働きが世の中に必要なんじゃないかなとか、うん、どういうふうに思われますかね。まずは国はもう在宅で在宅で、うん、これから先はお家で介護をしましょうっていう方向、すごい方向性を打ち出してるんですけれども、うん、どう考えてもお家の中での在宅には限りがあるんです、うん、だってお一人様じゃもうそもそも難しいですよね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、でもうどうしても施設に入らなければならない人でもお金がないと入れないのが今の現状です、うん、お金がないと入れない、うん、あ、なるほど、まあ、確かにねお金がかかるのは理解はできますけど、まあ、それはやっぱりかなりないと難しい。高橋さん、介護付きの有料老人ホーム、はい、1ヶ月でじゃあこの川越市の周辺で、はい、だいたいいくら1ヶ月の利用料かかると思います？ということはまあ場所によってももちろん相場が違うんですね。まあ、川越の、うん、まあ、駅から徒歩10分圏内、うん、全く知識ないですけど、まあ、例えばじゃあまあ20万とかって言うとどうですか？20万だとなかなか見つからないんです。見つからないんですね、はい、20万のところもありますけれども、うん、だいたい平均値で言うと25、6万は見ていただかないと。あ、なるほど。それが例えば都内なんかで言ったらもっと高い、もっと高いし、もうそもそ もう数が無理みたいな。そうです。で介護っていうのは入院生活と違うので、うん、何年続くかわからない。確かに、はい、そうですよね。寿命がいつまでかなんて、ね、本人だってわかんないですよね。そうなんです。で施設に入るとやっぱりたくさんいいスタッフもいるし看護師さんもいるし、うん、朝昼晩ってきちんと健康チェックをするので、うん、お家にいるよりも長生きできてる人が多いんです。いい生活リズムでね、で毎日が過ごせるから、はい、偏らない生活でね、うちの母が実はもう入居施設に入居して10年経つんですが、うん、はい、実は面白い話がありまして、はい、7年ぐらい前に、はい、うちの父と母の通帳を見て、うん、なんでこんなにお金がなくなっちゃってるんだろうって。あ、私あんまりお金に無頓着な方なんで、うんうんうん、であれと思って、うん、よくよく考えてみて、うん、計算をしてみたら、うん、2500万ぐらい。それちょっとした田舎に家買えますね。そうで、月々の利用料が27、8万円のところに入っていて、はい、計算してみたら、はい、あ、これじゃあたまるどころか減っていくに、うん、のに決まってるじゃん。そうですよね。だって年金でそれ全部出るわけないですもんね。そう、そうなんですよ。貯金を要するにだからもう、ね、食い潰すって言い方がいいかどうか分かりませんけど、もうそういうふうに切り崩していくしかないんです、ね、そうなんです、そうなんです。そのぐらいお金がかかるっていうのは若いうちから覚悟しといた方がいいかもしれない。まあ、しかも年金なんてねこれから上がるわけないですもんね。いただけるお金はね。そうです。いや、かなりじゃあ日本はもうだからその超高齢化社会ゆえにやっぱり介護っていうものがものすごい大きな
課題として、もう日々大きくなっている課題なんですね。そうです。で、私たちが払っている介護保険料ありますよね、はい、あれももう、2000年の頃から比べると、うん、毎月2000円上がってるんです。毎月2000円、あ、毎月じゃない、あの1ヶ月、あ、1ヶ月の、その費用ですね。始まった当初月4000円だったんですけど、うん、今6000円取られてるんですよ。あ、毎月ですね、うん、あ、そう、それでも足らない。でもどん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 それが8000円なり1万円なりっていうふうにしないと、もうだから国が要するにもう持たないっていうことです ね、 そうですね。国がそのお世話はできないよっていうことですよね、皆さん。いや、これはやっぱりですね、なかなかその本当に日本のね、大きな大きな、でもね、あんまりニュースでもね、そこまで介護問題って大きくはないじゃないですか、うん、取り上げる量も、ね、回数もね、ええ、だからやっぱり自分たちがこれ意識しておかないと、うん、急にそれが迫ってきて、うん、あれこんな高いの、あれお金がないっていうふうな、ええ、なっちゃいますよね。本当にそうだと思います。準備しておかないとね、うん、まだまだ多分皆さんは介護がすぐ身近にあるって思ってらっしゃらない方が多いと思うんですけれども、うん、いや、もう全然僕思ってないです、はい、うん、で、あと、ある程度の年になっていても、うん、私はならないから大丈夫って思ってる方が多いんですが、ご本人がというか、そうです、そうです、ご高齢の方々がってことですね、はいはい、で、その、娘さんや息子さんもうちのお父さんとお母さんは大丈夫よって思ってらっしゃるんですけど、うん、先ほど言ったようにちょっとした段差でつまずいたことが原因で介護が必要になってしまうケースも結構ありますので、ちょっとご家族で話し合っておいた方がいいかもしれない。ここでですね、はい、改めて先ほどね少しご紹介いただいたその認知成人、はい、ジージーでですね、はい、その本をね出版されてるんですけども、はい、先ほどねお父様の今こんなことがあるんですよって伺いましたけど、もう少しねちょっとお伺いしてみたいんですけども、はい、いわゆるその介護っていうのは、うん、どんな大変なことが具体的にあるというふうに覚悟しておいた方がよろしいですかね。そうですね、やっぱり在宅お家で介護をするっていうと、うんうん、時間の縛りが一番私は厳しいかなと思います、ね、まず時間の縛り、はい、はい、父は、月曜日から金曜日まで、うん、デイサービスといって、うん、昼間お風呂入ったりご飯食べたりっていうところに通ってるんですけど、うん、やっぱり朝のお迎えまではうちにいなくてはいけないし、帰ってくる時もうちにいなくてはいけないしというのがあるので、勝手には帰ってこれないってことですね、ですから結構そこの時間がお仕事を一緒にしてると大変かなっていうのはありますね。あとはどんなところが、例えば体力とかどうですか。そうですね、うちの父はまだ一人で歩いて お手洗いにも行けますし、はい、ご飯も食べられるので、はい、体力的には大丈夫なんですが、うん、この間ちょっと熱を出して歩けなくなりまして、うん、その時に夜中トイレ解除をしたんですけれども、うん、はい、寝られなかったっていうのが一番大変でしたね。ね、月に1回とかじゃないですもんね。そうです、だから重度の方を介護している方は夜中に多いって何度も起こされて、うん、おトイレに連れてってあげたりとか、うん、そういうことをしてるんだなって、みんな本当に大変なんだなって改めて、うん、在宅介護の大変さを実感しました。そのお世話する側もね、もう若いっていう状況じゃないケースの方が多いじゃないですか。そうです、そうです。親の介護をするってことは介護する側の年も、まあ、当然20代30代じゃないわけで、うん、その親のね介護をしなきゃいけないっていうのは、やっぱりその時間にね縛られるってこともそうですし、うん、今おっしゃったようにその体力とかね、うん、まあ、それで自分がね怪我しちゃう時だって中にはありますもんね。あります、あります。あとは例えばそのそうですね、やっぱりまあ心配なのはその心のケアというか。そうですね、気持ちが一番かもしれないですね。よくもうこれ以上無理だって追い詰められて、うん、自分の親に、ね、手をかけちゃうって、そんな事件あるじゃないですか。追い詰められちゃうんだなと思います。あとはどうしても介護って辛くて大変だっていうイメージがものすごくあって、うんうんうん、あ、そうですよね、まあ、大変は大変なんですけれども、うん、ちょっとしたこう気持ちの持ちようで楽しくもできることもあるんじゃないかなっていうふうに私は思います。まあ、きっとそんなお気持ちでね、その認知成人ジージの、まあ、連載のね埼玉新聞での連載のコラムとか、うん、あとはそのね、うん、本も
出版されていると思うんですけど、実際読まれている方とかね、うん、はい、何かそのコラムをご覧になった方からなんかリアクションとかいかがですか？あのうちもそうなの、介護あるあるって言うんですけれど、あるあるって皆さんからお話しいただいてますし、はい、あとは施設の職員さんから、もう超これわかるって言って、あ、そうか、はい、どちらかというと在宅で介護をされている方よりも、施設の職員さんからめちゃめちゃよくわかりましたっていう感想をいただいてます。なるほどですね。きっとなんかやはりね、先ほどおっしゃってましたけど、やっぱ介護がもう楽しくてしょうがないって人って、まあ、いないわけですよね、うん、やっぱりいろんな大変なことが時間的にも体力的にも、まあ、特にね精神的にもやっぱりある中で、うん、そういったそのみんながそれぞれ苦労しているところがねシェアできたりとか、共感するとか仲間がいるって、なんかすごく希望なんじゃないかなって、だと思います。だからその認知成人じいじって本が、ね、あることによって、まあ、もしかしたらなんか今までだったらこうタブーみたいな、なんか不真面目だみたいなところがね、何かこうやっぱりクスッとね、思えたりとか、ちょっとこうね実際に介護に直面している方々が少し気持ちが楽になって、あ、私だけじゃないんだ、自分だけじゃないんだ、黒川さんもそうなんだっていうのがね、こう少しこう心がね柔らかくなることもあるんじゃないかなと思うんですよね。もうまさに介護でちょっとね大変な思いしてる人が、私の本を読んで、くすって笑ってもらって、ほんの一瞬だけでも優しい気持ちになれたら、そうなったらいいなと思って実は書いたんです。そうですよね、はい、じゃあ改めてですね、もう一度その本のタイトルを教えていただけますか？はい、認知成人じいじ楽しむ介護実践日誌です。ありがとうございますね、はい、まあ、認知成人じいじで、まあ、多分検索するとね、インターネットだったらいろいろ出てくるかなと思うね、はい、出てきます、ね、はい、そうですよね、まあ、あとは今はね埼玉新聞ですね、はい、連載はどういったペースで連載なんですか？はい、毎週月曜日、毎週月曜日、はい、連載されてますので、はい、ぜひお読みください。ました。そうですね、やっぱりその大変なね介護だからこそ、今介護に直面してない方もね、いずれ自分がそこに直面するっていうのを前提に、直面してないからこそ今読んでおくっていうのもね、すごく準備にもなるんじゃないかなと。そうですね、なので、はい、最後その一般社団法人ですね、日本就活サポートセンターは主にどんなところを今一番そのご相談が多いかというと、確か身元引き受けかと思うんですけども、はい、身元引き受けをやはり今黒川さんがね実際活動されていて、多分知らない方もいらっしゃるんで、少し簡単に教えていただいてもいいですか？はい、病院に入院をして、まあ、手術をする時も身元の引き受け人が必要なんですね。あ、なるほど、はい、あと先ほども言いましたけれども、ホームに入居するにも身元の引き受け人が必要なんです。なるほど、はい、それを、お近くにいらっしゃらない方ですとか、ご親族でなってくださる方がいらっしゃらない方に代わって、日本就活サポートセンターは身元の引き受け人を、させていただいております。あ、分かりました、ありがとうございます。ということでね、ぜひやっぱりそのね、いずれちょっと自分のね父親とか母親とか、まあ、もしくはご本人かもしれませんが、施設にね入らなきゃいけないかもしれないという時に、なかなかその身元引き受けどうしようという方はね、ぜひその一般社団法人日本就活サポートセンターはですね、ホームページなどにありますのでね、ぜひ検索いただいて、ね、黒川さんもねいらっしゃいますから、はい、介護で悩んでる方も含めてね、困ってる方も含めて、ぜひねお気軽にご相談いただけたらいいんじゃないかなと。そうですね、はい、はい、思います。はい、はい、ということで今回ね黒川玲子さんにお越しいただきまして、いろんな介護のお話をねリアリティある形でお伺いをねさせていただきまして、どうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、ということで、今回お送りいたしました地域と人ゴールド、また次回をお楽しみに。